こんにちは、パクヨンジョンです。風をテーマにするっていうことは、そうですね、ずっと札幌に移ってきていろんな大自然を見たりしたんですけど、その大自然の中でやっぱり風の存在をすごく意識するようになりました。時にはとても優しく、時にはとても激しく吹いてる風を見ながら、実際に風自体を見てるっていうことよりかは、風が吹いていると、その風の周りにあるものが揺れる、動くっていうことで、風自体の存在に気づくっていうことになるのかなと思っていて、今まで私はいろんな境界、境目をテーマに作品を作ってきたんですけれど、その流れから考えていると、やっぱりその風である、風によって作られるもの、その境目、間みたいなところがどういうものがあるのか、そういうものを例えば見立てたりすると、どういう行動でその風が揺らぐっていうことについて考えることになるのかっていうところに着目するようになりました。風っていうものをテーマにするようになったきっかけの一つとしては、やっぱり私が札幌で暮らして、もう今年6年目になるんですけれども、その北海道での生活が大きいです。ずっとソウルと東京で長年暮らしていて、札幌に移ってきたんですけれども、やっぱり北海道の中では大都会ではありますが、とても自然が豊かなんですね。で、自分が働いているところとか、自分の家の周りとか、家や保存してる森などがたくさんあって、で、幸いいろんな森だったり海だったりするところに、足を運ぶ機会もたくさん増えていて、自然と出会うっていうことが積み重なっていくにつれ、やっぱり自分の作品で出していきたいっていうメッセージなども変わってきました。大きくその姿が変わったっていうところが今回の作品の構想なのかなっていうふうに思います。なので、実際に、地下穂で展示をするっていうことを想定すると、地下穂はやっぱり札幌が持ってるとても特殊な空間であって、地下でありながらもすごいつながっていますし、冬などにはすごく人がたくさんいて、見えない、陸から見ると、地上から見ると見えない空間ではあるんですけど、その中には人が存在している。その空間の中でやっぱり他の空間とのつながりっていうところもとてもこう緊密にされているっていうようなこともあります。また室内の空間なので、やっぱりその中でどういうふうに風を存在させるのか、その風はどこから来てどこに流れていくのか、その風はどうやって作るのかっていうなど、いろんな装置を考えていきながら、今回の作品はその実際物理的な風を起こすっていうことに対する参加型の要素を入れたり、その参加者が何かイメージを作ったり、その自分が、出しているイメージが他の人と影響されながら、どういうふうに連鎖的に変わっていくのか、それで俯瞰で見て、そういう様を俯瞰で見てみると、どういう風の流れに見えるようになるのかっていうことがお話しできればいいかなというふうに思って作品を作っています。私が今所属している北海道大学の古い資料から見られるような風の映像だったり、資料写真だったりっていうものを使うことで、長年自然は風は吹いているんですけど、その長い自然における長いスパンと人間もしくは他の生き物に対する短いスパンっていう時間の相対的なもの、それにも変わっているもの変わらないものっていうことに対してお話ができればいいかなというふうに思って作品を作っています。で、そうですね、今作品は、パエルさんと技術的なところも含めて構想しているところなんですが、
今回、札幌国際芸術祭は、展示自体はキャンセルになっていますが、その、ポーランド、もしくは札幌、もしくは他の都市でも、今、再現しようとしてる、展示しようとしてる作品のプロジェクトが、実現できるように、お互いのところで頑張っているところです。で、なんとか、今回こういう形でアイデアは公開しますが、まあ、それを機に、なんて言いましょう、コロナの時代だからこそ、それぞれの場所で、頑張って活動して、それがつながるっていう新しい形の展示の仕方を模索している状況です。One of the topics important for cooperation between Hyunjin Park and me was so-called art and science, and it is of course very hard to define what art science means.But on an intuitive level, it is an attempt to rebuild some common field between those two kinds of human activity. So we was not trying to reproduce this typical art and science relation when artist is trying to illustrate some scientific discovery or idea, but we was trying to touch.The scientists and the science itself. And the second direction was about our main topic, the wind. During our discussions, we figured out that wind is in the same material and non-material phenomena, has really a good connection to the topic of the festival.It is a hyperlink between various fields like history or climate to create an artwork based on an artificial wind is a challenge, also a technical challenge. Of course, you cannot see the wind itself. You can see maybe things affected by the wind.However, we planned to use a combination of displays and fans producing artificial wind, and actually to use wind as a main medium in the installation. ここで生きようとするっていう言葉は、主語を私はつい自分の自分を主語として入れてしまっていて、ここで生きようとするっていうところはまさに自分のことなのかなというふうに思って、とてもこうすんなり自分の中に入っていたんですけれども、普通自分が生きる場所っていうところを積極的に探し出す人もいれば、なんて言いましょう、生まれた場所でずっと生きてその場所を守るっていうタイプの人もいるかと思います。で、私はやっぱりいろんな事情、いろんな状況があって日本を選んで、東京を経て今札幌を選んで札幌に住んでいるんですけれども、自分が選択する、自分が住む生きる場所を選択したっていうことに対する責任感をとても強く感じているところはあります。それは自分が生きようとするところを自分が生まれた場所に選択するっていうような意味も含まれてると思いますし、今ここでだけじゃなくて、すごい長い時間のスパンで生きようとするっていう、受け継がれていくようなもの、そして今後自分の世代以降の人たちにも何か受け継がれるように残していくもの、逆に言うと今の時代で排除すべき、なくした方がいいっていうものは頑張ってなくすっていうような、長い時間軸の営みみたいなところも見えていたので、好きだなっていうふうに思いました。そして今私が活動しているところは、
やっぱり大学、北海道大学なんですけれども、アートの実技をする学部がない場所なんですね。で、今、科学技術コミュニケーションの研究と教育を実践を通してやっているんですけれども、特にアートを通した科学技術コミュニケーションを頑張って考えています。その中で、やっぱりアートの文脈がないっていうことは自分にとってはもう開国みたいなところで、全く新しい、まあ、世界だなというふうに感じていました。その一方で、大学が持っている長い歴史だったり、いろんな分野の専門家、そしてそういういろんな分野に対して勉強をしようとしている、また様々な世代の人たちがいるっていう、この空間はとても私は恵まれてる場所で今生きようとしてるのかなっていうふうに思ってまして、自分の視点で見た世界っていうところをやっぱり自分ならではの視点で自分ならではの手法で提示していくっていうことに対する、ことに対してはとても意識をしていますし、楽しみとともに苦しさも感じています。あと、オブルーツ&クラウドっていうのは、やっぱり目に見えるようなものの雲っていうものと、あと、筒の中に埋もれていて、あるのであろうっていうことはみんな分かってるんですけど、なかなか目に見えない。その終わりがあってからこそ、ようやくその形が見えるっていうようなものなのかなっていうふうに思います。また、雲も根っこも一個一個同じ形、全く同じ形は一個もないんですよね。すべての瞬間、すべての形が全部異なっていて、まあ、見方によると思うんですけど、すべて美しいっていうことに対しては、それぞれ生きてる私たちの生き様みたいなところ、その自然の中に生きる人間のそれぞれの暮らしに対する、ある意味応援、批判っていうところも含めて出してるタイトルなのかなっていうふうに思って、すごく好きです。ずっと好きしか言ってないんですけど、好きなので、この文脈で自分の作品もきちんと活かしていきたいなというふうに前向きに捉えるようになったタイトルだと思います。札幌に来るようになったきっかけは、まあ、今の職場が決まったからっていうことなんですけど、本当にあんまり考えずに北海道に対しての認知っていうところも私はそこまで強くなかったですし、好印象でも悪い印象もなかったっていう状況だったんですけれども、実際に札幌に来て住み始めてから自分の人生は大きく変わったのかなというふうに思います。やっぱりその自分の人生を大きく変えた一番強い要因は自然との距離がとても近くなったっていうことなんですね。で、街中で熊が出るような200万の都市はそんなにないのかなっていうふうにも思いますし、雪こんなに一晩でこんなに降るところとかもあんまりないのかなっていうふうに思っています。そういう自然もそうですし、やっぱりこう開拓されたっていう土地、開拓されたっていうことに対する、まあ、いろんな問題、良さもあれば悪さもあるし、その中で残酷なこともたくさんあったかと思いますし、それは現在進行形であるっていうことも私にとってはとても、魅力的な場所なのかなっていうふうに思います。あと、地理的にも、私は韓国出身なんですけれども、地理的にも北朝鮮よりさらに北っていう北海道のその位置から、北朝鮮の文化も韓国の文化もそして在日の文化もいろいろ混ざってるっていうこともとても自分にとっては新鮮だなっていうふうに思ったところです。なので、札幌に対する愛着だったり、北海道が持ってる特徴をちゃんと自分の視点で出していきたいっていうような、まだこう、
うまくアウトプットされてないっていうところが、やっと自分の言語で言えるようになるのかなっていうふうに思って、今回の札幌国際芸術祭に出展できたっていうことはとても嬉しく思いました。コロナ、そうですね、世界が一変したっていうことに対してはしみじみと実感しています。なのでコロナの時代が終わって、終わるかどうかもわからないんですけど、2020年以降の生活は今までの生活と全く違うような当たり前が生まれるような時期なのかなというふうに思います。その中でアートができることは何なのか、そしてずっと私は、韓国と日本の間、あとアートと、多分野との間を行き来して、その境界に立って物事を考える人だったんですし、今もそうなんですけど、そういう人がこれからどういうところに目を向けて生きていくのかっていうことに対してはいろいろ正直言って迷ってるところではあります。ただこれを一つの転機として捉えることも可能かなというふうに思いまして、新しいことにチャレンジしてみるっていう良い機会でもあるのかなというふうに思っています。なので今回の札幌国際芸術祭に向けてパウエルさんと一緒に考えてる作品なども、本来は札幌に来てもらって一緒にプロジェクトをやる予定だったんですけれども、それもできなくなったと。その中でオンラインだけで作品を一緒に制作するっていうことはどういうやり方があるのかっていうことに対する試しもできると思いますし、それこそ北海道に来れない人たちに対して北海道の中で今感じてる、私が感じてることをどういうふうに伝えられるのかっていうことに対する一つの挑戦にもなるのかなっていうふうに思います。プロジェクションしてる映像も、光だからプロジェクター消すとなくなってしまうっていうふうにも考えるんですけれども、その虚しさの中でもやっぱり映像の中、光が持っている情報の中にはメッセージや、経験が潜まれていると。それで人生が変わったりするような人もきっといるわけなので、今回も風のように光のように、さまざまなコミュニケーションの中で自分たちができること、自分たちが見つけていきたいものが体感できるようになるといいのかなというふうに思って、チャレンジはし続けたいと思っているところです。